愛情は、大阪府茨城市愛にあった、日本の城。城石内に立つ、純日本府建築物、愛情石碑、説明版愛川西岸の丘陵に築かれた山城で、大阪府前、シリングによると、東西180メートル南北270メートルの規模があったと思われ、東雪城志寿史によると、内閣、本丸跡の中心部には、 御天台という土壇があったとの記載が見受けられるが、現在は宅地化されわずかに北東に、ドルや跡が見受けられる。古代、この周辺は、愛の名を要した、中富の愛連の一族がいたようだが、再び歴史に表すのは、16世紀初めに、摂津国主の細川氏から愛領を安堵された、愛ゆコン太夫という人物で、おそらくこの頃に、愛や四郎によって、 愛情が築城されたという説もある。また、別説として、土豪愛しとこの地域の結びつきの古さを考えるならば、本格的な城郭ではなかったものの、館としてもっと早くから存在していたのではないかという説もある。旗の種道の反乱に橋を発した争いは、細川高国と細川春元の争いまで発展していった。旗の種道は山崎城に襲いかかり、 山崎城に詰めていた薬師寺国長は高槻城に逃亡してしまった。この時、細川高国方についていた愛城をはじめ、芥川山城、大田城、茨城城、福井城、宮城城の諸城は次々と陥落していき、その後有名な桂河原の戦いへと発展していく。桂河原の戦いで、細川高国は大敗し、今度は、 細川春元についたようであるが、三好長兄の台頭に伴い、愛や四郎も次第に三好長兄へ属していったようで、江口の戦いでは三好長兄法の武将としてその名が見える。最後の上司は愛や四郎の子、愛の利スで豊臣秀吉に使い信頼も厚かったようで、天正十四年に中川清秀が茨城城城に移り、愛城は廃城となったと思われていたが、 1983年7月に、愛氏の警符が発見され、愛則りの着男、愛昌州が最後の上司となったようで、中川清秀の着男、中川秀茂が、岡藩に転封された時に、愛昌州も行動を共にし、愛の力は姿を消す。愛情の上閣は、外閣と内閣からなる縄張りと思われている。愛情はかつて大手門があった場所より侵入し、ここから、 木内の中心部へ侵入していく。このお手門の両脇に農業用の水路が確保されているが、これが外郭と場外を隔てる堀のような役割を果たしていたのではないかと指摘されているが詳細については不明である。木内は完全に宅地化されており、城跡を忍ばされるものは少ないが、北東に150メートルの土塁跡と、また南側にも見受けられるが、北東の土塁ほど、 保存状態は良くない。それ以外に南東に円形の白井戸と伝わるものがあり、現在も用水として使用されている。茨城市立愛称学校は外郭の一部に立ち、西源ではないかと思われている。愛情石として周知の埋蔵文化財放存地になっている範囲では、大阪府や茨城市により2002年以来数回の発掘調査が行われているが、調査範囲では、 近世や古墳時代の集落遺跡や遺物型量に検出されているものの中世上核に明確に関連する遺構や遺物は発見されていない。ありがとうございます。